ちゃんと上限決めてればいいんだけど、例えば1万3000とかで、ね、もう負けん気でさ1万8000とかかけちゃう人、1万8000らしいな。あ、そうそうそう、そんぐらいかけちゃう人いるから、いるらしいよ、たまに。でも9万9999円とかかけちゃうやつ。いやそれはちょっと。でもそれいたずら入札で下がるんで、うざいよね、いたずら入札って。あるある。例えばゲームの基盤とかぎっしりしてるのがあります。それはそれ大体10万なんだけど、100万ってなったの、うん、いたずら入札でキャンセル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 ってなって、だったらおめえら超意味わけだよね、あれ。お前絶対落とせよと思うもん、それ。で最終的にね、相場のね10万ぐらいになってさ、なんだそれみたいな。そこより安い方が買いや。もうレーザー買わねえから捨てよ。あのランから。うん。うん。もう買うことねえな、レーザーは。っていうか正直言うと最近のレーザーはね、しょぼい。そろそろ休憩しませんか。なんか昔の方が良かった、うん、うん。なんかプレステ5向けにも出たんだけど、なんか正直お世辞にもプレステ4版の方が良かったなって感じがする。で同じようなヘッドホンでさ 2,3 万とかするからさ、うん、これ5000円ぐらいで、そう売ってるようなやつを無理やりプレステ5にして 2,3 万で売ってるだけだよなっていうのを俺分かっちゃったから、いやそれだったらいいやって、もう買わんって思っちゃった。興味ない。ちょうどその自分が買ってたところまでがちょうどよかった。うん、だんだんなんかもうネタ切れなのか、しょぼくなってきちゃったから、いやと。さあ行くぜ。ここはまだ名残だね。うん、っていうか信号長くなってんのか。うん、わざとでしょこれ。うん、まあいいけど。多分だけど。これいけるかな。でもこれこのヤフオクのやつ後で来んのかな、キャンセルするのかな、こいつ。結構あのしねえか。ほうほうほう、お周りいっぱいいる。おりますね。うわすげえ、すごいね。うわまだいっぱい人いるじゃん。すごい人だね。やば。いやそれでいいです。なんか喋ってると思ったらあそこにいた不景さんか。不景さん今日いっぱいいるの。めちゃくちゃ人いるね。うわまだいたんだか。8割9割車乗せてくれって感じだろうね。ほとんどの人はみんな電車じゃ。俺の車はちょっと汚れてるってダメよ。車庫でいいから、あの回送バス乗りてえとかさ。すごいね。だから、あれじゃん、その基地から外出るにもあれ規制かけてるじゃん、目の前の道人がいっぱいだから、うん、いや間違ってもここまで進まなくてよかったよ、あの時ね。進んでたら地獄でしかなんだ。今日の朝ね、うん、ちょっと私の起点ファインプレーすぎる。来週は、うん、どうしようか。たまには妙義行くか。こっから妙義って下道だと思うか。かかるかの差を知りたい。相当早く起きないんだ。赤城でしょう。
高速使っちゃってるからね、2回ぐらいかかるのかなだったらし、駅だけ使おうかなとかね。車中泊をするだろうって想定で動かなきゃ。夜行くってこと？あ、いや、じゃあ待って、ちょっと待って、あ、終わった。これ以上入ってこねえよな、さすがに。俺まさかニュースが入ってくると思わなかったよ、お前が言うて。さすがにそんなバカじゃないんで俺。配置前期間みんな向かってんな。いやってことはこれ超混むやつじゃん。赤木さん、赤木山、赤木神社でもいいや。まあ2時間10分それはいいんだけれど、有料を避ける、まあ、高速道路1時間の開きができます。ああ、もうそうでしょうね。出れば間に合うのかね。いや、もっと早く起きないとダメですよ。7時、土曜だとだって出勤する人がいるから渋滞すること考えた方がいい。いや、いや高速だと思う。ああ、あっちも分かんないな。だってあれだよ、だいたい1時間で高速使う使わない。うん、けど結構金かかるよね。途中まで下で行くとか、そうなっちゃう。3000円、4000円、途中まで下で途中から上に行きゃいいんじゃない。止まる。なんで君こんな出てんだ。あー、信号ねえのかこれ。ちょっと待って、値段出ねえんだよなこれ。値段出してくれよ。出ねえんだ値段。あれしないと出ねえんだ。ナビタイム、ナビタイムは出んだよ。お車、違う車だって。これ方が分からん、方が分からん。これ乗り換えやるやつやない。全然ないよな、こいつ。見てなかった、ちょうど止まる気全然なかったよ。へぇ、むしろ詰めてるし、ガツガツしてやるな。でもね、ぶっちゃけこう左行ったとこであんま変わらんぜ。ガツガツしとんのね、ポップ。
入るんだ。